皆さんこんにちは。今日はボールを使ったトレーニングを紹介していきたいと思います。ボールを使ったトレーニングということで、皆さんもボールを準備してこのトレーニングに臨んでください。最初にやることは腕立て伏せなんですけど、このようにボールを交互に転がしていって、手の下にボールを止めてそのまま腕立て伏せをしていきます。このように手の位置が高いのと低いのでありますよね。このようにすることでバランスを鍛える体幹トレーニングとなります。そしてですね、ボールの上にある手の方というのは大胸筋がしっかり伸ばされるので、いつもより胸に効くトレーニングとなります。ぜひ皆さんもやってみてください。続いてなんですけど、背中にボールを乗せてそのまま腕立て伏せをしていきます。普段の腕立て伏せって自分も、これ意識できてないなと思ったんですが、かなり体がブレていることが多いですね。前後だったり左右だったりブレていることが多くて、このようにボールを乗せるだけでとても意識できますし、すごくきつくなります。腕立て伏せってこんなきつかったのかってぐらいきついので、ぜひ皆さんもやってみて。これが終わりましたら、続いてなんですけど、V 字腹筋っていうのをやっていきたいと思います。V 字腹筋ですね、この上に来た時に、V をつけた時、上に来た時に足に行ったり、手に行ったりとボールを交換していきたいと思います。で、V 字腹筋を早く素早くやってしまうと、上でボールを交換する暇がないので、上で少し止まるようなイメージでやっていただけるといいと思います。しっかりですね、収縮、そしてストレッチっていうのを意識していきましょう。続いてっていうのは、ボールを横に回していきたいと思います。右左と交互にやっていってほしいんですが、この時に意識するポイントっていうのが、上半身のひねりです。このひねりという動作は、バレーボールにおいてレシーブの動きだったり、スパイクの動きで、とても必要となってくるので、トレーニングとして、サイドの腹筋を鍛える、そしてですね、回旋させる動きの練習ということで、このトレーニング、ぜひ入れてみてください。これをすることによってね、レシーブだったりスパイクっていうのも向上すると思いますので、ぜひやってみましょう。続いてなんですけど、さっきのひねりの練習の延長にあるトレーニングをしていきます。横に手と足ついたまま、サイドプランクのような状態でバランスをとっていきたいと思います。ただバランスを取るだけじゃなくてですね、このようにボールを前後に、ずらしていきます。で、この後ろに行くときなんですが、なるべく後ろに戻すようにしましょう。そうすることによって、重心のズレというのがあって体幹のトレーニングになったり、そして、肩のストレッチにもなるので、ぜひ奥までやってみましょう。これが簡単だなっていう人は、今両足を前後に開いてみますが、これを片方の足に、やってみてください。より難しくなると思います。そして意識することによってバランス崩してしまうこともありますが、バランス崩さないように頑張りましょう。続いてなんですが、ブロックを意識したトレーニングを紹介していきたいと思います。相手のスパイクというのはボールを思いっきり打ちますよね。ブロックを弾いたりとか、ブロックを抜きに来たりしますので、すごく強いスパイクを打ってきます。そのスパイクを止めるにはやはりとても強いブロックが必要となります。強いブロックを作るために、全身に力をギュッと入れて止めれるようなブロックを作りたいので、このような練習を紹介しています。この時にしっかり腹筋に力が入っていないと腰が痛くなってしまう可能性があるので、まずは腹筋に力を入れる、そしてこのように上に上がった時に斜め前に手が来るように、そのぐらいまでしっかり上げていきましょう。そして体が一直線になるように、まっすぐなるように意識して、このように前にしっかり出すということで、ブロックをした時に下に落とせると思いますので、ぜひ意識してみてください。続いての練習は、ボールをくるくる回していきたいと思います。この前に来た時に胸を張るように体を上げていきましょう。腰から上げてしまうと腰を反る形になりますね。腰に痛みがかかってしまいます。スパイクを打つ時にこのような腰から反るという意識をしてしまうと、スパイクを打つたびに毎回腰を反ってしまって腰が痛くなる原因となりますので、このように胸を張るような、胸椎が曲がっていくようなイメージができるように、トレーニングと動きの練習を兼ねてこのトレーニングしてみてください。このトレーニング終わりましたら、最後おまけで10秒チャレンジというのをやってみます。ぜひ皆さんもやってみてください。何をやるかというとですね、ボールを足に挟んだ状態で倒立をしていきます。このように止まった状態で10秒、果たしてできるでしょうか。はい、できました。皆さんもぜひやってみてください。今回はこれで終わります。ありがとうございました。